義経が一目惚れしてイチャイチャしちゃって寝過ごしたあの事件は本当にあったんですか？いやー、史実ではね、全くない。前回言ったみたいに、正妻の里御前っていう人がいて、佐藤さんだから多分里御前。で、しかも比企氏一族ってことは、里御前のことだと思うんで、後に彼女は義経の正妻になるんだとは思うんですけど、義経がどういうふうに彼女と知り合ったかとか、あんな風にイチャイチャしてたのかっていう記録は全くないので、あれはもう全くのフィクションっていうか、もう三谷さんの演出なんだなというふうに思います。でも可愛かったですよね。あんな風にね、連れて行けって言ってね、一生懸命ね、なのに行きたいとか言って、嫌だーとかで地団駄まで踏んでね、子供がお菓子1個だけ買ってちょうだい、1個でいいからみたいな感じで連れて行ってって、あそこまでなんかガキっぽくお願いして、分かりました、連れて行きますみたいな感じでね、明日の朝とか言われたら、むっちゃ嬉しそうにね、連れて行ってもらえることになりましたとかまで言ってたのに、コロッとなんか女の子だとそっちに寝返っちゃうっていうのが、義経やっぱり子供だったんだなっていうのがすごく 感じられましたよね。ミスタードーナツのポスターに使われて、菅田そうで将す暉ね。君が笑ってしまう。汗ばうかさんな、だ、それ。可愛かったわ。ついていくだけ、頼む。ついていくだけとか言って、で、それで、うわあ。もうむっちゃ可愛かった。この子はサイコパスだとかいろいろ言ってるけど、違う、ただの子供なんだ、だだっ子なんだ、大人になりきれてない子なんだっていうのがすごくよく分かって、前回の議員を怒られた時に、と思った、嫌な様子ねと思ったけど、そうじゃなくてダークっていうよりはおバカな子、ちょっと可愛い感じがして、またなんか可愛いにブレてるんですけど、私は。ダメですよ。騙されちゃいけませんそよ。うなんですか。絶対サイコパスですよ、きっと。今回の義経があまりに可愛いんで、私はもう義円を殺しても許す、しょうがないよね、お兄ちゃんに構ってほしかったんだもんねとかって思っちゃった。きっとまたサイコパス感が出るに違いない とそうか私は思っております。変貌ぶりを楽しみにしとこな。んか亀さんと同じく、あれも当てがけなんかな、俳優さんのどうなんですか母に殺ね。されるまあでも三谷さん、菅田将暉さん、そんなに会ったことないっていうから、そんなに詳しくは知らないと思うけどね。でも私、菅田将暉で好きなのが、最初、箕面の子じゃないですか。大阪の箕面の子なんですけども、仮面ライダーのオーディションに合格したんで、東京に行くことになったんだけど、ちょっと黙っていくわけよ。どうしてかって言ったら、学校の友達に、ね、俺、東京行くんだって言って、え、どうして？仮面ライダーになるって言ったら、絶対みんな笑うやろうから、言えなかったっていうのがすごく好きで、だからそのエピソードがすごい好きなんで、彼を見るたびに頑張れ仮面ライダーとか思ってしまうんです。そういえばね、前回大江の広元が、例の文官のね、大江の広元が鎌倉にやってきた後、こうじーっといろんな人を観察してるんだろうけど、見てる中に上総広常をじーっと見つめてるっていうね、じとーって感じで見つめてるっていうのがあって、 SNS で「あれは何なの？上総の広常がやばいやつとか思ってんの？それとも上総の広常が好きなの？」とかっていう、そこからなんか私の妄想が爆発してしまって、そうだよね、大江の広元って京都の人だから、男色とか当時で京都の貴族さんは普通だから、こいついい男だとか思って、恋愛感情でもし見てるんだとしたら、いや、ないよ、ないけどね、見てるんだとしたら、上総広常が、いや、なんかあいつ変な目で熱い目で俺を見るんだけど、俺はその気がねえからよ、なんとか武衛に行ってやってくれよとかって義時に頼んでさ、で義時が、いや、それはどうでしょうとか言って、でもまあ分かりました、なんとかしますとか言って、何ともならずに、で頼朝も頼朝で京都の人だから、まあ一晩限りいいのではないかと、一度ぐらい相手をしてやれとか言われて、おい武衛よ、人のことだと思って軽く言いやがるぜとか、なんかそんなんで揉めてるっていう妄想をずっと一週間してたわけなんですよ、個人的にね。どこにも発表せずに心の中でおもろいとかって思ってやってたんだけど、そしたらさ、今回上総広常が武衛に愛の告白をしたじゃないですか。あのここはご現に俺は武衛のそういうとこに惚れたんだぜって言って、ああ、もうそういうはっきり武衛に惚れたって言ってるこの人と思って、三角関係になっていくわけって妄想にまた火がついて。でもあれっていわゆる男同士のやつじゃない、そっちじゃまあ、なもちくろん、もちろんそうです。もちろん、まあそういう男が男に男気で惚れたっていう意味なんだけど、平安末期だからどっちの意味にも取れるよなとかって思ってさ、まあ、いや、倍楽しんでますやん。万能武者だからそんなにはないと思うけど、ゼロではなかろうしなとかいろんなこと考えちゃって。ただなので、どんどん妄想してください。失礼しました。ただでです、も上総広常自身にはそんなつもりが、男気に惚れたっていうつもりで言ってても、周りにいるね、京そう都そう、出い身ろんのな人人がたいちろんな誤は。解しそうじゃないですか。
と和田っちとかなんかももう完全に誤解したりしたら、誤解が誤解読んで、あの坂東のあのさ脳筋連中さ何言い出すかわからないと思って、考えれば考えるほど面白くなってきて、伝言ゲームみたいにほら義時が笠野助殿は鎌倉殿のことに惚れたと申されておりましたって、これはすごくなんか男気のつもりで言ったのに、惚れた千葉殿とかが、あやつにそのような毛があったとは知らなんだ、長い付き合いだからとか言い出してさ、それをなんか漏れ聞いた和田っちが今度大声で、笠野助殿は鎌倉殿にここであるって、まあ全然違う意味でみんなに大声で言って、で吉村とかが俺は知っていたぜとか、わけのわからないすかしたことを言い出したりとか、俺は女の方が好きだかなとか言いそうだなとかさ、そういうバカなことを考えておりました。申し訳ございません。おばさんの妄想でございました。